有明テニスの森駅に着きました。有明体操競技場に行く人の最寄りの駅になります。こちらが改札口になります。改札出る前におトイレに寄りたい方はこの奥におトイレがあります。で、脇にはですね、こういう自販機もあります。お金を入れればパンとかお菓子が買えるようになってますので、コンビニとかお店に寄らなくてもこういうとこで買うことができます。寄りまして、反対側にですね、オリンピック当日は時間表が変わるかもしれませんけども、こういうふうに、改札背にして右側に、時刻表がありますので確認してみてください。こちらがですね、切符売り場になっております。有明テニスの森駅の切符売り場です。スイカとかがあればですね、先に帰りより先にですね、チャージをしておくと便利かもしれません。こちらが切符売り場になってます。有明テニスの森駅の切符売り場です。そして前に見えるのがですね、有明コロシアムになってます。改札を背にしてですね、左に向かっていきます。これから有明体操競技場に向かっていきたいと思います。左側にですね、エレベーターがあります。車椅子の方はこちらを利用するといいと思います。目の前に見えるのが競技場です。では階段で降りたいと思います。名前が 2A になります。あ、で説明前後になっちゃいましたけども、先ほどの最寄りの駅は2階になってますので、今降りてきました。信号のところの手前をですね、左に曲がっていきます。会場はもう目の前になってます。
たすらまっすぐ歩いていきます。会場の手前まで着きました。今まだ周りがですね工事中なので入り口出入り口がどこかがちょっとわからないんですけども、ここまで来れば大丈夫です。ではここから戻っていきます。右に曲がっていきます。こちらが最寄りの駅、有明テニスの森駅になります。エスカレーターもありますのでこちらをご利用ください。曲がります。右手に改札口になります。ありがとうございました。